どうもこんにちは、こんばんは。青いゲームです。ということで、今回はですね、モンハンワールドの超簡単リアレイランド、このハテナハテナの痕跡集めのおすすめスポットなどを、えー、ご紹介していきたいなと思います。あのね、上位に入ると、まずね、これが多分時間一番かかると思うんですよ、この痕跡集めっていうのが。でね、僕途中までね、フリークエストとかでや,やりながら探してたんで、ちょっと時間か,かっちゃってたんで、もう気づかなかったんですけど、あれね、 入り直すと、探索とかで、入り直すと、またね、再度あの、同じとこに湧いてるっていうのをですね、いや、ちょっとね、後半に <laughs> 気づきまして、なので、えっと、まだやってない方とか、今ね、あの、ま、やってる最中って人も結構いらっしゃると思うので、今回ですね、動画一本やっていきたいなと思いますねで、上位入って、これを半分ずぐらいやっていくとですね、 このこちらですね、こちらね暴れん坊、さらに暴れるというのが、<laughs> 暴れる君、アンジャラフがねもう暴れて暴れて暴れちぎるっていうクエストが半分ぐらい、ねあのこのこゲージなんですけど、まあリオ・レイラの痕跡のゲージがあって、半分ぐらいでこれで発生するんで、で多分マックスまでやると、また新たしいのが何かあの発生するんではないかななんて思っておりますんで、まあ、おすすめスポットっていうか、まあ、見つけたの、なんか、ね、いろんなとこあるんですけども、まあ、よかった。 たところがここがねまずこのこっちだねのえっ、ー、とキャンプのうーんとね11東のキャンプだね東のキャンプえもしねあのこれ最初からキャンプここ11あったっけな まあ、なかったら、あの、開通させておいてください。いやーね、あのね、これ気づくまでね、もうほぼほぼ8割くらい普通に、あのー、僕もあともうちょっとで終わると思うんですけども、あと、こあと何回かやったら終わりと思うんですけど、いやー気づかなかったでございます。<laughs> まあね、まあ練習がてら、今ちょっと弓練習してるんで、まあちょっとあれなんですけども、まあまあ練習がてらでもね、まあちょっと敵がね強っ、強とやっぱ上位になって強くなってるんで、えー、ちょっと、 何回かやられたりとかしましたけどもまあ練習がてだとういうことでまあ別にいいんですけどね、うん、でね今から紹介するところが一番かな早くて他にもねちょっといっぱいあるんですけどちょこ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 あるんですけどもまあここがちょっと一番早かったかなって感じでしょうかねさあ行きましょうでキャンプね、うん、開通してんのかな開通してなかったら1からあの歩いてください,いやもうどう開通したのかどうかちょっと分かんないんですよねでまずここ来ますよねまずここ はい、ここね。これ11番ですね。11番来たら、あこれ最初からあったんかなわかんないけど、そう、ベータの時の記憶と、ごっちゃになってんだよね、少し。ね、すぐここ、登ります。はい、ここ、登ります。おー、こ,こいつ、初期位置、ここなのか。あれ初めて知った。<laughs> え、こいつ、初期位置、ここなのか。まあいいや、ねこれ、今のやつね。ねここ、登っていって、 でここにあったんだけどもどこだここほらリオレイあったでしょまずあ1個2個2個でもう1個あるんだよねどっかねどこだろうかねもう1個2個3個あれどこあったっけなあれ3個あったんだけどもこれはさっき のやつなんだよね3個3つもしかしたら今のやつで1個消されてんのかなまあ多分これ2個ぐらいあるんであったりなかったりするからまあだから2個3個あれさっき3個あったんだけどねもしかしたらうーんとあったりなかったりするのかもしれん、まあ、これねこういうので、ね、ちゃんとねこう装備にね使うんでね 2個あったんで、さっき3個だったんですけど、もしかしたら1個、ランダムでなんか2個とか3個なのかもしれないね。もしかしたらね。でまぁ、あ、こっち。で、今ここのスポットなんだけど、で、ここで取ったらですね、で、ここ戻りましょう、戻りましょう。で、戻って、まぁ、あ、どこでもいいんでね、ちょっと戻りましょう。はい、戻りますと。まぁ、あ、これを繰り返していくと。 うんまあモンスターね1匹倒したりとか多分ねあれフリークエストのモンスターをしただけでも多分いや違ってたら悪いんですけど多分ね増えてる増えてるんだよね確かね分かんないんだけどでこれで帰還します OKOK、OK OK、まず一番最初ここここがね2個今2個しくなかったけどあの3個僕が多くて一番3個あったんで3個一番ここが一番おすすめじゃないかな終わりと。 はいっともうちょっとでね、あと2回ぐらいやったら終わりですね。こうやってゲージ工程でガーって出てるねこれ半分までいったらさっき言ってたより、あの、暴れるくんが暴れるっていう、あの <laughs>、暴れまくるっていうのがね、まあ、クエスト発生するんで、あれちょっと時間かかったね。ちょっと時間かかったね俺。<laughs> あれ相性悪いんだよね、あいつと。ちょっとね、相性悪くて、あれだったんですけども。まぁ、あ、ほでこれで、まあ、もう1箇所あります。もう1箇所。 もう一回しちゃんですけど、そっちね、2そっちは2個だったっけな ?2 個だったんですけども、えー、皆さんどうですかこの動画見てあれなんですけど、今ね、もう自分ここら辺ですよとか、もしあれば、あのコメント欄で、えー、今ここまで行きましたよとか、あればちょっと教えてください。僕が多分ね、まあ、普通にやってる人ぐらいだと思うんですよ。もうクリアしてる人とか結構いるらしいんですけど、で、戻ってきたら今んとこもう一回行くってやつですね。もう一回行くってやつですね。 で、もう他は言うと、ここかなここの、えっと、なんていうか、蜂だったっけな ?8。もう一回行こう。蜂にもあって、蜂にもあって、まあ、そこもちょっと見てもらって、でよければね、コメントでねえ今日、今ここら辺ですよとか、ま、あや、クリアした人も結構、ちらほらね、YouTube の方とかでも結構クリアしてるから結構もういらっしゃるので、早いね。 もうもうクリア直前もう直進してるんだと思うんですけど。いやね、僕もね、早めにちょっとね、やろうかなと思ってて、もうちょっと早く行こうかなと思ったんですけど、やっぱね、ちょっとね、属性の弓とか欲しくなったりとか、やっぱね、ちょっと強化したくなるじゃないですか、もうあって。いやー、それでね、ちょいっと時間がをロスということで。<laughs> やっぱロスってわけじゃないんだけどね。まあ、まあいいでしょう。まあ遅いわけではないと思うので、まあまあまあ。皆さんと一緒にね、まあやりつつ、そしてこの、やりながらね、あ、これ良かったなと思った情報は動画にこうやってしていこうと思いますので、えー、よろしければチャンネル登録よろしく <laughs> お願いします。さあ。で、次森ね。森のところの、ここで、ちょっと待ってね。場所が、あ、ここなんで、ね。で、ここは、ここも結構近くて、ここ二つしかなかったんだっけなー で、ここ降りていく先の、これが違うな。どこだったっけな。8の、アンジャナフじゃなくて、俺、アンジャナフほんとね、ちょっとね、相性悪いんすよ、アンジャナフ。で、こっち行って、これだね、これだね。ほら、リオレイリ、ありましたと。これ1個ね、はい、と。これあったね。あれ、これもう1個ぐらいあったというような気がすんだけど、どっかね、どっかの木にね、 まあここ2個かここ2個だったらうーんまあさっきのとこの方がいいのかなとまだまだまだね、えー、キャンプとかアンジャナフかなんかね木にどっかあったんだよな違ったっけなでまあこれでまた戻りますとあなんか言ってるあ襲ってきたやべなんかやってるあやばい襲ってきたやばいにゃにゃ うちのニャンニャンがニャンニャンニャンね装備変えたらかなりあのターゲット取ってくれるんでおすすめっすあれねやっぱやってた方がいいねだいぶちょっとちゃんとやってあげてるといい感じねこれまた戻りますとこれまた戻りますとね戻ってよいしょっと <laughs> <laughs> このウンフンってのかわいくないかわいいよね <laughs> 帰還しますとあオッケー そうそう、終わんじゃないかな、俺も。もうどうせならちょっと終わらせようよ <laughs>。終わらせようぜ <laughs>。終わらせさせてください、これで。で、この2箇所。あとね、他にもあるんですけども、今あったんだけど、固まってるところですぐ行けるところっていうと、ここら辺だけかなどうかな まあもしなんかもっといいとこがあればまたコメント欄でも教えてもらっても構わないですしねまたそのコメント欄見た人がねああここの方がいいですよとかあるかもしれませんしえーまたそんな感じでまあ使ってもらえるとさあであと3つ終えれば多分僕も終わりと思うので終わったら何がちょっとね出てくるのかちょっと知らないんでちょっとそこまでやってみようか まあまあ今の、さっきのところ、3個のとこがちょっとベストだったかなんで、これ何回とも消えないんで、まあこれでちょっと集めてもらえばと。で、もう一回戻りますと。で、終わりでさっきのとこ戻って、11ッケーいきます。いきます。これあれなのかねあの、ま、ずっとオンライン繋がってる形なのかなこれって。 どうなんだろうねま、いきなりマルチ、マルチ、あのほら、9円出したらさ、マルチって出るじゃん。あの瞬間にマル、オンラインに変わってんのかなそれとも、え、違うよねだから重たいんだよね多分ね。なんかたまにカク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 ってなる時があって。あれ、重てえなと思って。あの、有線とか無線とかのそこの違いなのかなと思ってさ。そう。だから繋げようかなーなんて思って。無線でやってるから、ちょっとそれもあんのかなーなんてちょっと思ってたんですけど。で、あと、 3回か。あと3回やれば多分、うん、終わったらどうなんだろうね。ちょっと話、ちょっとそこまでちょっとやってみたいね。でね、これね、半分まで、えっとね、さっきの暴れるっていう、あ,あの、暴れるクエストが来ると思うんですけど、ね、あの、半分ね、この痕跡集め2個、あの、半分までゲージ溜まると、そこまで行くと、あのね、料理がね、格段にちょっとパワーアップするんで、ま、ぜひぜひぜひやってもらいたいなと。 あいつ、これ初期位置、やっぱここなのかなあれ、いない。やっぱ、あれ、初期位置もランダムなのかなさっきこれ歩いてきてたよね。歩いてきてたよね。で、またここら辺に、ほいと、行きます。1個ね。1個、2個。 これなんだあこれかこれもだお分集まったってはい了解ですオッケーやっぱちょっとランダムだねランダムちょいとランダムださっきこれ卵もなかったもんねだってねあいつに食われてたってことなのかなでまたこれで戻りますでまた戻りまーすで戻戻れば多分これで今回で終われるんじゃないかなと この子さ、戻ってきたときしたたまにさ、なんかさ、あの、なんだっけ、青いさ、ボックスなんかあさってるときない <laughs> あれ、何やってんだろうね。あれ、何やって、あさって、慌ててるときないたまに。な <laughs> やね、この子、ラスボスとかないよね <laughs>。<laughs> 怪しいよ、あの瞬間、慌てるかまもうかわいいんだけど。で、これで戻って、さあ、オッケたぶんこれで全部溜まったんだよね、たぶんまったね。 これで、溜まったんじゃななかかろうかなとで、こっからどうなんだろうねで。またこっから進めていきましょう。まあでもまた生放送するんで、お時間ある方はまた遊びに来てください。で、これでど、こっからどうすんだろうね。やっぱね、時間泥棒だね、これね。<laughs> ちょっとね、弓、弓ね、ちょっと極めていきたいね、今回は。うん、ちょっと極めていきたいなと。 さんで、集まったから、ここで、研究所に行ってみません行ってみましょう。で、これで多分、さあ、不思議な痕跡の進んだところなんや、ということで。さあ、これが終わったら、怪我しのないようにな、で、なんや。さあ、ということで。 終わったんだね。これまだまだこれが続くのかなな,なんかね、古竜の足跡みたいなも何気にずっとあるでしょああ、そういえばあったなぁなんて思ってたんだけど。ま、あいいや。はい、と。あ、終わった。んで、多分これで次のクエストが、まあ、発生していくんじゃなかろうかなと、思います。さあ、ということで今回はですね、えー、っとですね、えー、リオレイラのハテナハテナの痕跡集めということで、やっぱさっきのとこ3つ出たとこがあれだね。あそこが、 まあくりえー、と繰り返しやっとけば、まあ、すぐ終わるんじゃないか30分もあったら終わるんじゃないですかね30分もかからないかもしれませんねということでまだまだの方ちょっと今ねえっ、ー、とあの集めるのもう大変だとかめんどくせえなと思ってる方はぜひ今言ったところのスポットで撮ってみてくださいということで今回はこの辺で終わりますよろしければチャンネル登録そして高評価の方もお願いしますねそれでは皆さんバイバイ